たわね。準備を整えたら早速任務に出るわよ。みんなの様子を見ておきましょう。伊賀アサギ。備えあれば憂いなしよ。私はファウスト、用心棒として仕事に手は抜かんぞ、小僧。備えあれば憂いなしよ。仲間を集めるのね。いよいよ任務よ。準備はいい？またこの島へ来ることになるとは。ああ、しかし以前とは雰囲気が全く違うな。
米連は島の南側、中華連合は島の北側で作業を行っているか。こういう時くらい力を合わせればいいのにね。そうもいかんだろう。テロに使われた生物兵器は米連が作ったものなんだ。中華連合としては、その米連より早くコートララ島を解放したという実績が欲しいからな。こんな時でも世界の覇権争いか。今世界の軍事情勢は、中華連合と米連の二強状態で停滞している。そこに来て今回のテロ事件だ。米連へ先立って自分たちが治療薬を開発し、上に立ちたい。優位に立ちたいと考えるのは人間の常だろう。その優位っていうのは、人の命より大切なものなのかしら。助け合えばそれだけ早くこの問題が解決するのに。そうだな。だが、政治という観点から見れば、より多くの賞賛や信頼を得て、自国の国民に豊かな生活を、と考えなければいけないんだ。それだけじゃない。自分たちの方が米連よりも優れている。そういう自己肯定、満足感が得られるからな。うひー。そういうモチベーションを高める目的というのは大切だ。少なくとも、上に立つ人間は現場にそういう気持ちを抱かせることで、作業効率を上げようとするところも多い。もしかしたら、自分たちが世界から英雄として称賛されるかも。そう考えて、モチベーションが上がらない人間なんていないさ。そんなもんかな。そうだな。風魔の言う通り、モチベーション、気の持ちようは大切だ。特に、テロ行為の現場となったこの場所で働くような人間には。中華連合側の町も同じような状況だろう。ゾンビとはいえ、元は人間だ。正気を保つためには、英雄になれるかもしれないという未来が必要というのは、よくわかる。そうですね。くん、いや、なんでもない。早く行こう。そうね。ところです、あんたはこっちに来てよかったの？どういう意味だ。島の北側に中華連合の人たちが集まっているなら、そっちに行って情報を集めてきたりとかしないのかなって。いや、今はやめておいた方がいいだろう。私は本国へ強制送還されそうになった身だ。その私が現場に顔を出しても混乱させてしまうだけだろう。たった一回失敗しただけじゃない。そのたった一回が致命的なんだ。私の場合は失敗しただけでなく、迷惑をかけてしまっているしな。そんなものかしら。失敗したからって今までのつながりが切れるわけでもないでしょうに。こういう時に支えるのが仲間だと思うんだけど、私は。組織というのは上下関係が厳しいんだ。特に中華連合ではな。ああ、それはなんとなくわかるかな。あんたを最初見た時も思ったけど、自分だけじゃなくて周りにもものすごく厳しいイメージよね。
規律が厳しいという。まあ、作戦中の死後すら制限される程度には厳しいのは確かだな。うわぁ、私だったら半日も耐えられないかも。いや、死後は慎んでくれると助かるんだがな。まあ、仕事をちゃんとしてくれる限りは問題ないんだが。風魔くんのそういうところ、私は大好きだよ。はいはい。そういえば、紫先生。さっきから会話に参加していませんが、どうかしたんですか？いや、アサギ様はいないかと探しているのだが。集合場所は向こうに見える白い建物の前ですよ。治療施設とかもらった資料にはあったわね。治療か実験かはわからんがな。とにかく大通りに浅木先生はいないと思いますよ。だが運命的にこう、運よく大通りを歩いている浅木様とばったり会うという可能性もあるだろう。屋台で買った食べ物を口に加えていたら100点なんだが。どんな状況ですか？浅木先生は約束事や事務的なことにはものすごく真面目だし、そういう可能性は限りなく低いと思いますが、こう、天文学的数字くらいには。天文学的数字ということは、ゼロではないということだろう。確かに。そこ納得するところか？ああ、でも、天文学的に低い可能性とはいえ、ゼロではないということは諦める必要はないということか？お前こそ何を言っているんだ、風魔。紫先生の浅木校長好きには困ったものだな。我が姉ながら、ここまで人から好かれているっていうのは悪い気はしないけどね。この前も、お姉ちゃんの使用済みタオルを欲しがってたし。それはもう犯罪なのでは。盗んでいないし、忍び込んでもいないから、ギリギリセーフだ。いや、そうなのか、風魔。俺に聞かないでくれ。そうだな。そんなことより、早くお師匠様の元へ行くぞ。町の観光はそれからだ。了解、副隊長。資料にあったより人数が少ないな。はい、ゾンビとの戦闘で怪我人が出たにしては少なすぎるように感じますね。
アサギ様、ご無事で何よりです。紫こそ、特務中隊に力を貸してくれて、ありがとう。いえ、アサギ様のためならこの八つ紫、たとえ火の中、水の中、どのような危険な任務にも、微力ながらお手伝いさせていただきます。わおー、むっちゃんは相変わらずだね。御社の騒動から直接来たそうね。ご苦労様。いえ、先生の方こそ、山本部長の護衛任務、お疲れ様です。そうね。凛子、風魔くん、学園の方はどうだったかしら。ドローンで入手していた情報には目を通したけれど。はい。ゾンビの解放におぼろの脱走、事件前には不審人物がいたとの情報もあり、十中八九外部から目的を持って干渉されたのかと。ここまでの移動中に考えていましたが、おぼろの逃走が鮮やかすぎる。あの女の性格なら、捕まえる際に煽った俺に顔見せくらいはしそうなものですが。それだけノマドの上層部が今回の件に絡んでいるのでしょうね。おぼろもノマドの上級幹部だけれど、それよりさらに上の立場にいる存在からの命令には従わないといけなかったのでしょうね。私の方でもゾンビの移送に関係した日本政府の議員に聞いて回ったけど、なしのつぶて。知らぬ存ぜぬ。自分の方もそう命令されただけという返事だけだったわ。それでは誰が犯人かもわかりませんね。ええ、だから別の方向からアプローチしてみることにしたの。それが米連ですか。どうやら化学兵器の考案、作成にもノマドが関わっているようなの。そこから何かしらの足取りが追えるかも、と思ってね。それに、風魔くんが回収したドローンの情報。米連側の議員は、あの情報にとても強い興味を示していた。戦闘の最中にも成長していく強化ゾンビにですか？それは、兵器としてでしょうか？いいえ。それは今から、こちらの方が説明してくれるわ。今回はこの依頼を受けてくれて感謝する。私はジェームズ・マクガーレン。こちらミス・アサギを介して君たちに任務を依頼した人物の、まあ代弁者のようなものだ。私の言葉は依頼主の言葉と思ってくれ。さて、ミス・アサギには先ほど説明したが、君たちには行方不明となった調査隊の足取りを追い、無事だったなら保護を。もしそれが不可能なら、遺族へ送るための遺品を確保してきてもらいたい。はあ？日本からはるばる来たってのに、人探しをしろっていうの？雪風？そうだ。これも、君たち対魔人の部隊が、東洋桃地のテロ行為を未然に防げなかったゆえの犠牲なのだ。それとも何か？生物兵器の使用は止められなかったが、死亡者は打ち果たしたのだから、自分たちはよくやったとでも言うつもりかね。その生物兵器だって、ベイレ…紫。は。
うちの隊員が失礼を。後でしっかりと叱っておきます。そうしてくれたまえ。それで、ミス・アサギ、君たちは今回の任務を受けてくれるかね？もちろんです、ミスター・ジェームズ。私たち特務中隊は、ベーレンより正式にその依頼を受け、今度こそ任務を全うします。はい。風魔小太郎以下、特務中隊メンバーは、行方不明者探索の任務に就かせてもらいます。つきましては、自分は後方支援を主としていますので、通信設備が充実している場所をお貸しいただけると。うむ。その報告もミス・アサギより受けている。ミスター・フーマ、こちらへ。行方不明になった調査隊が最後に確認された場所の地図を提供しよう。助かります。俺は今回、ここの施設からドローンを介してみんなに指示を出す。現場の判断は副隊長であるスー・ジンレイへ任せる。こっちは気にしなくていい。下水道は狭いからな。大人数ではかえって動きが制限される。本来なら特務中隊をサポートしてくれているメンバーを数人こっちの護衛に回ってもらうようにする。その分実動部隊の方が手薄になるが、大丈夫か、スー。ふん、問題ない。それよりもフーマ、お前も油断するなよ。大丈夫だ、多分な。では、特務中隊はこれより、ベーレンの調査隊が行方不明になった地点まで移動する。相手はゾンビとはいえ、未知の進化を遂げている可能性が高い。油断しないよう、ことへ当たってくれ。了解！伊川アサギ、剣山！よし、ドローンの通信機能が繋がったみたいだな。ちょっと、さっきの茶番は何なのよ。しょうがないだろう。あの場の状況は監視カメラで録画されていたみたいだからな。ええ、ベーレンも一枚岩ではなくて、あの場にもノマドの息がかかっていたのよ。ええ、ベーレン内における真ノマド派と反ノマド派の派閥争いですね。アサギ先生の反応を見る限り、ジェームズは反ノマド派のようでしたが。彼は信頼できる筋から紹介してもらったから安心していいわ。だから私たちは任務に集中しましょう。本当の任務内容の説明は調査隊の隊長がしてくれるわ。あ、そこから安全な施設内でも本当のことを喋れないなんて面倒ね。ねえ、フーマ、この通信は大丈夫なの？ああ、ベーレンの衛星ではなく、日本の衛星を経由して会話しているか。まず、下水のゾンビを片付けながら、行方不明になった調査隊を見つけてくれ。了解、特務中隊、これより任務を開始する。Oh.
法、殺人か。任務完了。さあ、起動しましょう。やっぱりゾンビが強くない？たまに紫先生と互角に力比べをしている個体までいるんだけど。そうね。どう？風魔くん。はい。ジェイムズから提供してもらったデータの統合終了しました。ゾンビに異変があったのはここ10日間の出来事のようですね。その異変に気づき最初の調査隊を編成したのが7日前ですが、下水の調査から戻ってきていないと。それから4度の調査隊を出しているが、全部の部隊が戻ってきていないそうだ。ベーレンとしてはこれ以上現場の戦力を失いたくない。任務失敗に関与している俺たちは手のいい駒ってところか。今のところはね。どういうこと？お姉ちゃん、捜索している調査隊の持っている情報が今回の件を解決する糸口になるかもしれないということよ。あの場では真ノマド派の監視の目があったから俺たちに表立って依頼できなかったんだろう。いろいろと裏がありそうというか、ベーレンの面倒ごとに巻き込まれているような気もするしな。現に俺も施設の中にはいるがほとんど入り口だ。この建物地下まであるみたいだし、何の研究をしているんだか。山本部長がベーレンも一枚岩ではないって言っていたのは、どうやら俺たちはベーレン内にある真ノマド派と反ノマド派が対立する最前線に送り込まれているのかもな。ふぃー、一体何を調査していたんだろうね。行方不明になった人は。依頼主から考えるに、真ノマド派にとって面倒なことだろうな。うむ。では、行方不明になったベーレンの調査隊の件にも、ゾンビではなく、ベーレンの真ノマド派が関わっている可能性があるということか。それか、純粋にベーレンの装備で身を包んだ調査隊が全滅するほどに強力なゾンビが発生したかかもな。それってなんだか危なくない？ベーレンの調査隊なら装備だってかなりいいのを使っていたんじゃないの？ああ、使用していた装備のデータも手元にある。最新の強化外骨格に質量兵器、火器類は最低限といった具合か。情報通りなら中長距離の射撃武器はともかく
装備だけなら米連の最前線部隊に投入されるレベルだぜ。これは下水道という密閉空間だからな。火器は長弾や同士打ちの危険がある。ただ強化外骨格だけでもゾンビ相手ならば遅れは取らんだろう。米連は重火器による制圧戦を得意とする者が多い。慣れない戦闘形式で不覚を取ったならいいのだが。ええ、もし本当にこの下水道が問題の中心地点なら、俺たちが想像もしていないような変化が起きているのかもしれない。ふん、米連の連中が軟弱なだけだと思いたいものだな。しかしこういう狭い空間での戦闘となると雪風の銃は便利だな。エネミーだけを的確に追尾する電撃弾とは。ふふん、そうでしょそうでしょ。うむ、幼い頃から厳しい訓練を積んできたからな。ああ、この狭い空間で遠距離攻撃が使用できるというのは心強い。スーも久しぶりの前線だが。大丈夫か？ああ、問題ない。ゾンビどもは愚鈍な個体が多いからな。実戦の勘を取り戻すにはちょうどいい相手だ。それに、ようやくお前の子守から解放されたんだ。お師匠様にちゃんと成長した私を見せなければ。そうか。笑っている、ふま。ドローン越しで顔は見えないはずなんだがな。その程度の変化などさっきの返事でわかるわ。まったく、お前はひねくれているな。ううん、そうよね。私は前線での戦闘は、お前は指示を出し戦闘を優位に進める。それで私たちが成長したと認めてもらえるんだからな。お前は隊長、私は副隊長。最初からこうだったのだから、二人揃って認められなければ意味がない。それが部隊というものだ。なんか私たち忘れられてない？特務中隊が、そもそもスーちゃんが来る少し前に発足してるしね。さて、賑やかなのは結構だけど、敵の第二波が来るみたいよ。はい、音源探知。これは、俺たちを目指していない？どうしたのよ、フーマ。ゾンビたちは先の広場から俺たちがいるのとは別の方向へ向かっているみたいだ。別の誰か、もしくは何かを追っている。ドローンを先行させて状況を確認する。みんな警戒態勢は崩さないまま移動してくれ。井川あさぎ、剣山。この先で音声を拾った。どうやら生存者のようだ。あれ？調査隊が行方不明になったのってもっと先じゃなかった？ここまで逃げてきたのかもしれないな。だがそれにしては出口とは違う方向へ逃げているようだが。もしかしたら米連とは無関係の生存者の可能性もある。まあ可能性はかなり低いだろうが。全員、ゾンビの数体がこちらに気づいたようだぞ。戦闘を開始する。生存者の保護を優先し、ゾンビの集団を突破するんだ。了解。
これで終わりよ。ラスト。ラスト。とどめ。決めるわ。スイッ。ラスト。ラッセンクライ。このさよなら。今ならいけるよ。ガツンとお願い。さよなら。スイッ。これで終わりよ。ラッセンクラッシュ。忍法殺人か。とどめ。やるね。任務完了。さあ、祈祷しましょう。ラスト。お疲れ様です。まだよ。誰？その装備。あなたがゾンビの行動を調査していて、行方不明になったという。ベーレンの調査隊の一人か。井川浅木さん。井川浅木さん。ええ、行方不明者の一人、エミリー・シモンズね。はい。どうして私のことを。地上で医療活動を行っているベーレンから救助支援の任務を受けているんだ。音声、網膜、装備、確認。調査隊の医療班、エミリー・シモンズ本人と認識した。他の生存者は？そう。私たちがもう少し早くたどり着けていれば。いえ、調査隊がゾンビと遭遇したとき、すでに罠を張られていたので。罠？ええ。どういうわけか。何者かの命令を受けているようにゾンビが行動していて。そういえば、さっきも人数が多いこっちよりも、そっちを追っていたな。どうしてそっちを優先して襲っていたかわかるか？いえ、ただ、もしかしたらミスターモモチが使ったという生物兵器が関係しているのかもしれません。モモチの生物兵器が？兵器を開発した部署が異なるので、
正確な情報ではありませんが、コンセプトは現地の生物を兵器化し、敵対勢力だけの戦力を削ぐのが目的だそうで。付け加えると、感染は体液によるもので、太陽光に対して非常に弱い。だが、わずかでも体内へ入り込むと、爆発的に増殖し短時間でゾンビ化。感染場所の状況、気候や風土に合わせて進化していく。ただ、肉体の代謝が著しく低下するので、一定期間が経過すると弱体化する欠点ありと。その情報は初耳なのですが、どこから？調査隊が行方不明になった後に、ある部署から提供されたそうだ。今、ジェイムズが持ってきてくれた。何々？これによると、寿命はおおよそ2ヶ月。兵器としては十分活用できる時間であり、自国民の被害は極小か。ひどい。人間が人間を、人間以外の存在に変えるだけでなく、兵器として利用する、か。悪魔の所業ね。けれど、支配できなければ、ゾンビの被害は敵国だけでなく、周辺国にも及んでしまう。データによると、ゾンビたちは、一定の規律を持って行動しているように見えるけれど、やはり、そのあたりは人間社会の技術では、まだ未知の領域かしら。はい。少なくとも、ベーレンの技術力ではまだ調査中だそうです。人間社会の技術ではってことは、人間以外の技術が混ざっているということか。もしくはそれよりも悪質で、人間以外の技術で作られた兵器である可能性もあるということだ。こういう毒物、生物兵器を作れる人間以外の組織となれば、作れるところは限られてくるわね。なら、あなたたちが調査していたのは、確証となる決定的な証拠ね。はい。そちらのドローンはどこ製かしら？形からしてジャパン？ああ、データの送受信も日本の衛星を経由している。この映像も残らないよう、俺も治療施設の通信設備が遮断される部屋に通されているが。施設の職員には、新ノマド派のエージェントもいるから、監視やハッキングの危険性が高いけど、そこなら安全ですね。私のドローンはバッテリー切れなの。あなたのドローンにデータを共有するわ。助かる。あなたの無事をジェームズへ伝えた方がいいだろうか。いえ、ジェームズがあなたのそばにいるということは、おそらく私は死んだことになっているでしょう。その方が動きやすくなりますからね。GPS と生命維持装置の信号を停止しておいて正解でした。彼から何か聞いていることは？調査隊の隊長から任務の詳細な説明があるとだけね。隊長からということは、部隊のみんなは基地に戻れなかったのですね。了解しました。どうかしら、ドローン君。データはインストールできている？ドローン君？だって、あなたのお名前を知らないのだもの。フーマだ。フーマ小太郎。俺のことは好きに呼んでくれ、ミス・シモンズ。わかったわ、ミスター・フーマ。私のことはエミリーと呼んで。それにしてもすごい状況ね。自分たちの施設なのに敵がいて、安心して喋れないなんて。組織が大きくなると、どこも似たようなものですよ。日本だって、政府は二分しているのではないですか？それもあって、ミスター・モモチは日本政府に見切りをつけたと聞いていますが。どうだろうな。見切りをつけたというよりも、あの男の場合は少し違うような気がする。そうなのですか？
ほんの少し会話しただけだが、あの男は日本政府に失望したというよりも、自分の力で日本を変えようと思っている節がある、と思う。政治家ではなく、大麻人を使って何か大きな問題を起こそうとしているような。これは俺の勝手な言い分だ。気にしないでくれ。随分とあの男を理解しようとしているようだな。理解とは違うと思う。もう二度とこんなことを起こさせないためには、あの男を知る必要があるだけだ、ス。もう二度と失敗は許されないんだ、俺たちは。そうだな。このような惨劇など、二度と起こしてはいけないんだ。どうですか？データの方。ちゃんと届いていますか？ああ。データのインストールは完了。これは、地下トンネルの地図か？そこに、あなた方が数週間前に討伐した、ミスター・モモチの死体が放置されているのです。モモチの死体か。しかしそれは、本当にモモチ東洋の死体なのか？コートララ島で討伐した後、あの男は世界中に生きていることをアピールしていた。偽物、影武者と考えるべきなのだろうが。それを調べるためにも、私たち米連は中華連合よりも先に、ミスター・モモチの死体を回収しなければならないのです。どうしてそこで中華連合が出てくるの？中華連合には、米連よりも優れたクローン生成技術があるからだな。はい。米連は、ノマドとつながりのある中華連合の組織が、ミスター・モモチを利用しているのではないかと考えています。なるほど。クローンだったら、確かに辻褄は合う、かな。ありえないとは言えないな。私も中華連合内の全部の組織の情報を持っているわけではない。そして、米連がそうであるように、中華連合も一枚岩ではないのだ。そこは、死体を回収してからわかることね。今は先入観を持たず、任務に集中しなさい。それにしても、モモチの死体を、米連や中華連合はまだ回収していないの？正確には回収できないのです。ゾンビの抵抗が激しく、火器の使用が制限される地下では、私たち米連は全力を出せませんので。それで大魔人ってわけね。その話だと中華連合も、放置されているモモチ東洋の死体にアプローチをかけているのか。ミスター・フーマに送ったデータに、彼らの交戦記録もあります。ええ。回数は米連よりも多いな。よほど米連より先にモモチの死体を回収したいらしい。米連より先に治療薬か生物兵器の真実を見つけて、政治的優位に立ちたいってわけね。それか、何かしらの思惑があるのか。中華連合の深い部分にも、ノマドは入り込んでいるからな。なあ、ス。恥ずかしながら、そのあたりの事情は米連と変わらないな。いや、兵器の質で劣っている分、ノマドへの依存は中華連合の方が危ういかもしれない。それでは、このままミスター・モモチの死体を回収しに行きましょう。は？もしかして、ついてくるつもりなの？ええ、もちろんです。当然じゃないですか。わお！やる気満々だね！大丈夫です。主兵装のドローンは使えませんが、自分の身を守るくらいならできますから。この強化外骨格も、米連内では最新鋭なんですよ。そこのおチビちゃんたちよりも、ずっと戦えると思いますよ。は？なんだと。でも、確かに武器がなくても、風魔くんよりは強そうだね。ほっとけ。
それより、喋りすぎた。ゾンビが向かってきている。全員、戦闘準備を。エミリーさんをどうするかより、まずは邪魔者を排除ってわけね。ちょうどいいですね。自分の身を守れるくらいの実力はあると証明してみせます。そこまで言うなら見せてみろ、エミリー・シモンズ。少しでも実力不足だと思ったら、ここに置いていくからな。そうよ、そうよ！まるで漫画のいじめっ子みたいな言い方だね。あ、でも、ベーレンの方で治療法を探しているんだよね。倒さない方がいいのかな？いいえ、あれは世間に人道的な支援をしているという見せかけです。生物兵器にさらされた人々は、すでに遺伝子レベルで変異してしまって。そっか。うん、了解。ならば、安らかに眠ってもらおう。行くぞ！任務完了。さあ、起動しましょう。戦闘終了。確かに言うだけあって動きがいいな。どうでしたか、ミスアサギ。
この強化外骨格、現在の米連における科学技術の粋を詰め込み、私が設計したものなんです。筋力、運動能力の強化、タイマニンの実動データをもとに、戦闘技術を支援し、ドローンの支援を受ければ、射撃や情報戦も行える万能型。もちろん、火器の照準補正、各種運転技術の補助までこなしてくれる、優れものなんですよ。ええ、十分見させてもらったわ。あなたなら、自分の身を守ることができると判断します。隊長の意見は？俺も同意見です。それに、医療班に所属しているということは、俺たちにないスキルを持っている可能性もある。2、雪風、二人はどうだ？でもそれって、強化外骨格に支援されての戦闘力じゃない。それで十分じゃないか。少なくとも、激しい戦闘でも機能不全を起こす様子もない。私は、行動を共にしても問題ないと思うが。私もだ。それに、データ上ではなく、生身の情報を持っているのも大きい。もし風魔のドローンに問題が起きた場合、彼女の知識に頼らなければならないからな。私は問題ない。実力がある人間は相応に認めるべきだ。やった！これからよろしくお願いしますね、ミス・アサギ。さっきも思ったけれど、どこかで会ったことがあるかしら。いいえ、今日が初対面ですよ。それにしては、随分とアサギ様に慣れ慣れしいな。あ、はい。ミスアサギに会えて嬉しくてつい。ごめんなさい。握手はお嫌だったかしら。いえ、そのことはおいおい。進みながら話しましょうか。そうですね。ミスターモモチの場所までは少し距離がありますから、その方がいいですね。おい、エミリー、アサギ様に近すぎないか。そんなに近くにいると走りづらいと思うのだが。ごめんなさい、ミス・アサギ。走っている時の筋肉の動きを観察していたら、つい。どういう会話よ。知らん。むっちゃんが二人に増えたみたいだね。紫先生よりはマシかもしれないが、どうだろう。そこは自信を持って断言しなさいよ。学園でお世話になっている先生じゃない。随分と浅木先生の体を気にしているようだが、何か目的があるのか？ストレートすぎじゃない？いや、本人が隠す気もないようだし、だったら直接聞いた方がいいかと思ったんだが。え？どうして私がミス浅木の肉体に興味があると分かったんですか？いや、隠しているつもりだったの？あれで。紫さんみたいに凝視しているつもりはなかったんですけど。私だってお前のように凝視などしていない。していませんからね、アサギ様。
私、実はずっと前から、ミス・アサギにお会いしたかったんです。私に？はい。最強のタイマ人と呼ばれる、ミス・アサギのその肉体を調べたくて。こっちも直球すぎる！ミス・アサギに信頼してもらうには、真実を打ち明けた方がいいかと思いまして。それ、絶対逆効果だよね！隠し事をされるのは嫌だけど、肉体を調べたいって正面切って言われるのも嫌よね。言われたことがないからわからんが、まあ確かに。どういう返しよ。それで、どうして浅木先生の肉体を調べたいんだ、エミリーは。その様子だと、何か悪用したいといった感じでもなさそうだな。よく普通に会話できるわね、あんた。このくらい、日頃からお前たちの相手をしていればなれるぞ。あんた、戻ったら覚えてなさいよ。タチってことは、私もその中に入ってるの？何を今さら。あ、それで、どうして浅木先生の肉体に興味が？私も興味があるわね。はい。私、医療班の中でも、技師関係の仕事に従事していまして。ずっと前から、タイマ人の肉体、その中でも最強と呼ばれる、ミス・アサギに興味があったんです。ベイレンの技術班や医療班の中でも、タイマ人の肉体というのは、それほど深く解明されていないんです。体内に大麻粒子を溜め込んで肉体を強化し、忍法を使う。簡単に話すと、分かっていることはそれだけ。どうして大麻粒子を溜め込むことができるのか、忍法の継承される基準などは未知のまま。その大麻粒子の量だって個人によって違いますし、血筋で継承される忍法というのも、中には継承されないことがある。ベーレンでも機械を介して、大麻粒子の吸収や忍法を模した兵器を開発していますが、それを人体で発現させることはできていません。それって、まだまだ現代の科学技術では、大麻人の生態を表現できないということで、まだまだ成長の余地があると思いませんか？ミス・アサギ。そうね。浅木先生にどういう関係が？だって誰も深く調べずに、タイマ人はタイマ粒子を扱えるから優れているで片付けてしまうんですよ。もったいないじゃないですか。これだけ優れた身体能力を発揮できるなら、それを騎士で表現できるようになったら、どれだけの人がより安全で素晴らしい生活を送れるか。今は一般人相手に隠匿されている魔族にだって、この義士があれば被害を減らすことができるんです。ノマドは巧妙に社会に溶け込んでいますが、その実
一般人に被害を出していないわけではありません。中には人をさらい、人体実験を行っているものだって。私、最強のタイマニンと呼ばれる、ミス・アサギの肉体を調べたいんです。その情報が欲しいんです。それを調べたら、きっと素晴らしい義肢を作ることができて、たくさんの人を救うことができると思うんです。戦闘や救助活動だけでなく、障害がある人、怪我をした人、そんな人も助けることができる。それって、とても素晴らしい科学の進歩だと思いませんか？ミス・アサギの肉体は、戦いのためじゃなくて、戦えない人、困っている人のためにもあると思います。ベイレンのデータベースで一度見た時から、ずっとずっと、ミス・アサギにお会いしたくて、こんなにも身近にミス・アサギがいて、すごい熱量だね。むっちゃんよりインパクトがすごいかも。そんな、私だってアサギ様のことなら、三日三晩休まずに語り続けることくらい造作もないぞ。いや、そうじゃないんです。相変わらず、むっちゃんがいると退屈しなくていいね。戦いや救助活動以外に、タイマニンの身体能力を、か。あまり強く意識したことはなかったわね。ただ、問題もたくさんあります。タイマニンの身体能力は、タイマ粒子を一定量取り込んでこそ、完璧な形で発揮される。普通の一般人にはそれができませんから。そこで、ミス・アサギの肉体を調べ、情報を集め、多量のタイマ粒子を貯める方法を見つけることができたら、人類の義肢技術は、一歩先に進めるのではと思うのです。そう考えるだけで発想が溢れてきます。早く基地に戻りましょう、ミス・アサギ。いや、私たちはこれから桃地東洋の死体を回収しに行くんだけど。そうでした。なんていうか、マイペースな人だね。紫先生並みにアサギ先生に執着していて、お前並みにマイペースということか。私ってここまでひどくないよね。知らぬは本人ばかりだな。まあ、冗談は置いておいて。アサギ先生並みに動ける義肢を開発できるものなのか？今の技術では不可能ですね。そこは即答するのか。技術や材料もそうですが、まず何より、ミス・アサギに対する情報が少なすぎますから。それに、
その次はミス・アサギの動きを再現するための技術を開発するための資金。これだって相当な量が必要になります。確かにお金はかかるだろうな。必要なのは足がかりなんです。ミス・アサギこそが最も身体能力や経験に優れたタイマ人であり、今後ミス・アサギほどのタイマ人が世に出てくるでしょうが、最悪私が完成させることができなければ、あとは同じ志の人たちに任せます。いつの日か人類が新しいステージへ進むための第一歩、その先駆けになれるだけでも研究者としては満足なんです。そういうものなのか。そういうものです。大魔人の方々が血が滲むほどの訓練をするのもそうではないのですか。昨日までの大魔人が培ってきた経験を、訓練を経て体得していく、血筋にとらわれない体術のような技術面の話です。魔族との戦いだって日進月歩。昔は血で血を洗う闘争だったはずですが、今の時代はどちらも歴史の陰に隠れて暗躍している。闘争の場は政治にも移行し、そして米連や大魔人は政争においてノマドに遅れをとっている。闘争の形すら変化するのですから、これから先の未来だって必要とされる技師の技術や形は変わっていくのだと思います。その時代に合った技術の確立、その最初の一歩が私の技術であり、最強のタイマ人であるミス・アサギのデータであればいいなと。つまり絶対に自分がなさなければいけないというわけではないということか。話はわかるが共感は難しいな。私は叶うなら私自身の力で何事も成し遂げたい。ああ、だが時代につなぐという考え方は正直立派だと思う。俺は今までそういうことを考えたことがなかったから。ありがとうエミリー、貴重な意見だった。どういたしまして。ミスター・フーマは素直ですね。タイマ人としてどうなんだろうな、その評価は。いいことじゃないか。素直な男は飲み込みが早いし好感が持てる。卑屈でネクラで過去を振り返ってばかりの男より少しはマシだ。はぁ、少しだけか。ああ、お前などまだまだ。さて、話はここまでだ。はい。ミスター・モモチの死体はこの先にある天井が崩落した部分にあります。素朴な疑問をいいかしら。はい、何でしょう、ミス雪風。私たちが最後にモモチと戦ってから何週間も過ぎているけど、死体ってそのもう腐っているんじゃない。そうだな、さすがにそれを運ぶというのは骨が折れるというか気がめいるな。それなら問題ありません。どうやら彼の肉体は再生を行っているようです。ミス・アサギたちが戦った際に使っていた薬物、その薬物が何らかの作用を起こしているのだと考えられます。私たち調査隊はまずそのサンプルを回収しようとしたのですが、近づいたところでゾンビに襲われてしまったのです。いや、さらっと言ったけど、再生？死体が再生しているの？少なくとも毎日ゾンビにかじられながら、それでも原型はとどめていますので。なるほどね。じゃあまず周りのゾンビたちを片付けてしまわないといけないわけか。軽っ。え、何？私が変なこと言ってる流れ？いや、私も驚いているか。まずは周囲の安全を確保しなければ何もわからないからな。考えるよりまずは体を動かすんだ、雪風。行くぞ。
集中していないと怪我では済まないぞ、雪風。そういうことだ。全員戦闘準備を。来るなら来いっての。全部まとめて焼き払ってやる。伊賀は浅木剣山。さよなら。とどめ。これで終わりよ。ラスト。ラスト。さよなら。さよなら。ラスト。スイッ。今ならいけるよ。ガツンとお願い。さよなら。さよなら。ラスト。これで終わりよ。さよなら。とどめ。とどめ。よっ。ラスト。決める。よっ。やるね。さよなら。スイッ。さよなら。さよなら。スイッ。はっ。決めるわ。はっ。ラスト。はっ。さよなら。はっ。これで終わりよ。さよなら。は、落選くらい。は、決めるわ。よ、は、スイ、は、忍法、殺人か。は、とどめ。スイ、は、ここよ。さよなら。これで終わりよ。これで終わりよ。直接進化。さよなら。よ。癒してあげる。救出。任務完了。さあ起動しましょう。あなたについて来られるかしら。伊賀は浅木、剣山。みんな、この一覧で最後だ。気を抜かずに頑張ってくれ。了解。風魔くんも周囲の警戒を怠らないようにね。はい。さて、さっさと終わらせて、この臭い地下から脱出すんだね。早く帰ってシャワー浴びたいね。気を抜きすぎるな、雪風、桜。了解。それじゃあ、最後の大暴れといきます。
ラスト。さよなら。ラスト。任務完了。さあ、起動しましょう。これはひどいな。再生していく。
ゾンビたちは桃地の死体を取り込んで力を増していたのか。共食いすることで強化されるタイプの薬物ということか。そうではないと思う。ならなぜゾンビ同士で共食いが発生していない。桃地の死体だけを捕食していた理由がないからな。確かに。ならば桃地の死体が特別ということか。そもそもこの桃地は本物なのか。コートララ島での戦いの後は奴は全国へ生きていることをアピールしていたが。ならばまず仮面を剥いでみましょうか。歪んでいて外れないわね。でもこの死体は桃地本人ではないわ。手足の鎧が剥がれてむき出しになっている。筋肉のつき具合からして別人ね。歳は二十歳を少し過ぎた程度。若すぎるわ。見ただけでそこまでわかるものなんですか？すごいですね。さてさて、ミスター偽桃地の死体ですが、と、傷口がうごめいていますね。四肢は失われて、心臓の鼓動、呼吸もなし、生命反応なし、体温もない、完全な死体ですね。ですが、傷口が発熱しています。細胞が再生しようとして、熱を発生させているということでしょうか。だとすると、肉体は死んでいるのに、細胞は生きているということになってしまいますが。どういうこと？この死体が、桃地本人ではないのだとしても、戦った時に、魔族の気配は感じなかった。けれど、この傷が回復する様子は、まるで、失われた器官も再生させる、上級魔族みたい。ちょっと待ってくださいね。ドローンに採取キットがあるので。待った！みんな、新手だ！そんなバカな、囲まれているだと？ちょっと、フーマ！ちゃんと周囲を警戒していなさいよ！いや、いきなり現れた。ゾンビが身を隠していたというのか。